ガクトのゲームガメセンタル。さあ3匹目は滝の中、あ、奥になんだあの赤いのは。ちょっとちょっと、何あのテラノザウルス。どうなるか、なんかえらいことになってますね。どこに猿がいるのかという。ティラノザウルスが乗ってる、後ろに来る後ろに乗ってるティラノサウルスの大変。背中に行けばいいんですよね。痛い。なるほど、なるほど。ティラノサウルスを倒すことはできないですよね。来た。倒した。落ちた。おお、素晴らしい。なるほど。あとは帰るだけで。あ、またいる。全員ゲット。素晴らしい。いやあ、本当ね、人生に猿を捕まえることになるとはね。ね、これね。ジャングルリバー。お、なんか新しいメーカーが完成したと。猿レーダー。これもしかして簡単に探せるんじゃないですか。それ使うと。猿いるよ、猿いるよと。まっすぐに猿いるよと。近いほど。皆さん、アールグレイが出来上がりましたので、お、ここにいるよと。え？あれ？あれ？世の中にはね、いろんな苦難があるんだよ。あれ、なんか箱の中に。間違えたら終わりってこと？そこにいるよっていうこと。あ、いた。お、いた。こっちだよと。これでクリア。ドアの先はいよいよ本番じゃ。レーダーを使いたいときはスタートですかね。自分で装備しないと使えないよと。割り振ればいいんですね。気づかれないように近づける方法があると。ああ。じっとしてたり伏せてると猿に気づかれないと。ほふく前進みたいにできればいいですね。お、なんか悪そうな。ゲームが出てきました。理解すべきだよ、聞くんだよ。確かに君が手に入れたピンクポイントヘルメット、つまりこの辺はカプルと潜在能力を引き出し、すごい説明長いですね。向上させることができる。だがあれはまだ未完成でな、今使うのは大変危
そういう脳に働きかけるヘルメットとかって今の時代でもあるんですか？喋ってるんだよ。聞いてたんだ。聞こうよ。はい、ちょっとさあ、6匹も捕まえなくちゃダメです、兄さん。明らかに怪しい。これなんだこれ。なんだこれ。なるほどね、蜂がいるわけね。だからレーダーを使えと。ああ、なるほどね、こいつは違うぞと。完全変な人でしたね。痛い。あ、食われた。食われた。痛いよ。どこにあるか、どこにいるか。あ、いた。つぼみ。あ、痛い。なんでやめろ。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとか、そういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあ、また明日。